おはようございます。本日1週月9日木曜日ですね。俺とかそう、なんか俺前回のなんかあれでなんかいろいろ言われた、なんか竹ってそのまま引っこ抜いたやつをなんかポーンって置いてもなんかあの周りに竹の子が生えないらしい。竹の子から生やしていかなきゃその周りの竹ってなんか子供生まれないんだね。はい、ということで今回あ、やべこれね、今あのね時間が木曜日の11時52分ですね。昨日、夜中にプレイしたんで、ちょっと株価見れなくて、水曜日の分の株価見れなかった。あ、これ、届きました。これ、レックスから、これ、一応、飾っておきました。で、ただね、動物の森の傾向として、その、水曜日になんかいきなり跳ね上がるってケースはない。この木曜日が勝負な、みたいなんですね。ちょっとごめんなさい。若干寝ぼけてて、俺、このイベントの株価見るために、俺、なんかちょっと、早起きしたから。こう、頼む、マジで。ここで株が跳ね上がってなければ、午後、147ビル、なってる。147ビル、ちょっと待って、147、これちょっと待って、今打った方がいいのかな、それか午後見た方がいい。いや、これ午後にもう一発上がるんじゃないか。よかった、上がった、負けなかった、よかった、負けなかった。だって今売ればとりあえず 1.5 倍以上の値段で俺は回収することになるでしょ。だから90ベルでか、今回あれで売ってるから、買ってるから。いや、でもちょっと待って、これは俺の予想なんだけど、木曜の午後にもう一波来る。だから7分後もう一回見に行こう。で、その辺までに、化石掘ったり、なんだっけ、岩砕いたりやろっか。あ、そうだ、岩砕くと思い出したわ。前回、ちょっと前回の謝罪ばっかなんですけど、なんだっけな、金のなる島みたいなのを引き当てた時に、最後、岩を破壊するの忘れたなと思って。多分あれ破壊すると4000ベル出てくるよね。それでちょうど2万ベルになるっていう計算で、うわ、しまった。スコップ壊れちゃった。ニコマンがなんか今日朝から発狂してるんだ。大丈夫お前。わい、お散歩でもしてるの猫。これあげてもいいけどな。あげるものがでも、でもさ、タランチャーとかあげてもしゃあないもんね。え、なんだ俺9万9000ベル持ってんだ。魚の卵じゃああげるわ。イースター時期はなんかこれあげるだけでなんか金くれっていう。たまに見返りないんだよね。ほら、これ見返りがないパターンって何なの一体。あ、ちょっと待って、なんか、ごめん、ニコバンがなんか言ってるわ。君のすごい噂聞いたよね、こう。抜刀を夢にして、戸竹さんのライバルを開いてくれるんでしょう。その、なんか、他人任せなんやめへん。なんか、みんなで協力してさ、戸竹さんの曲は、生まれる前から聴いてたから、とっても、もう、あれかな、胎動の頃から聴いてたのかな。子宮に。あ、お母さんのお腹の中にいる頃から、君のことを応援してるから頑張って夢を叶えてね。あとそれで一つ考えたことあるんだけど、ライブ開くならお客さんが休憩できるような場所を作るっていうのはどうかな。ちょっと腰掛けながらジュースやお菓子を片手に一休みできたら幸せ。まあ、それもそうで、じゃああれか、なんかライブハウスみたいなの建てなきゃいけないのかな。ポップコーンマシンは休憩スペースにぴったりな気がするんだ。はぁ。お前がポップコーン食いたいだけやろ、お前。まあ、可愛いから許すけどな。走り出すんか、お前は。そっか、たとけさんのライブの、なんか、ね、段取りもちょっとそろそろ進めていかなあかんな。あ、せや、昨日、この石の坂みたいなの作りました。うん。もう一発で募金集めちゃったから、即日できてたわ。坂とかって多分無限じゃないかな。一島に何個ぐらい作れるかわからんけど。まあなんか、まあとりあえず一個にしときます。後々この辺多分めっちゃ改良すると思うから、その時にあの坂ちょっと場所変えたいなみたいなのになったら嫌なんで、しかもなんかあれやろ、場所変えるのにも結構高額なお金が必要になってくるんやろ。だから、もう必要最低限のインフラを整えておく俺たちは。あ、ちょっと待って、金のある木がこんなところになってる。これ掘り上げよっか。で、ここに1万ベルぶち込んで、ちょっと岩とか砕いて、まだ、もろもろの作業を、やったら、もうちょっと株価見に行こっか。いや、なんか怖いな。どうしよう。でもさっきので売っときゃよかったってなったらちょっとやだけど、木曜日の午後に、多分勝負のタイミング来るんじゃないかなっていう。まあ、それか金曜っていう場合も、何気にしもあらずなんだろうけど。いやー、これで木曜の午後にまた、なんか20ベルでしたとかなったら、ちょっとさすがに発狂するけどね。いやー、株価見んの怖えなー。あー、ちょっと待って、数千がある。あ、ごめん、パチンコ持ってねえんだった。いっか。いや、もうもたもたしててもね、変わんないんで、見ますか。いや、でも本当にあり得る。この木曜の午後に、
いきなりなんか700ベルミですとかあるから頼む。来い。うわ、下がったー。今売るか。これ今売った方がいいな。多分こっからまたグイーンって下がっちゃう気がする。金曜日にどっかり来るケースってあるんだっけ。だって序盤なんかゆったり言ってたでしょ。こんなパターンあんの。ただいわゆる自利品型のパターンじゃないっていうのは確定したから、いやってこなおさらこれ水曜の株価見れなかったのが響くな。いやこれね、なんかよく攻略サイトとかでそのなんか木曜日の午後にピークが来て、そっからまた金曜に下がってみたいな、そういうなんかグラフみたいなのがよく貼られてるんですけど、まあもちろん僕はねそれを半信半疑で見ていくんで、木曜の午前に上がって木曜午後に下がる、なんか俺この傾向は今日も売らない方がいいと思います。だから金曜日のいつにしよう。じゃあ金曜日の午後にしよっか。リミットで金曜日の午前とかにドカーンって来たらそこでもう売っちゃうわ。ちょっと今日もう売るのやめます。うん、温存する。で今日はサダエさんサダエさんじゃないと村のランクみたいな、村のその評価みたいな、島評価みたいなのを上げることに徹しよう。あ、新住民が来てるからそいつも見ていこっか。パーティーさん何してんの。話に来た。今日みたいな日はお母さんが作る猫まんまを思い出したって懐かしい気分になっちゃいますでしゅが。猫まんまってなんだっけ、あのなんかラーメン屋のあれかサイドメニューとかで出てくるあのあれでね、なんだろう、かつお節とかなんかチャーシューのなんかあれでしょ、細切れみたいなやつとかをまぶしたやつだよね。あれよく俺も食ってたわ、近所のラーメン屋で。あ、やべえ、ちょっと待って、これタヌポートでなんか、そう、マイルもさ、なんか今、あんまりなんか無駄打ちしない方がいいって聞いて、結局その、島もっとがっつり開拓できるようになった時に、やっぱマイルめちゃくちゃ使うみたいな、だからまあ、とはいえでもな、お金も欲しいってことは、お金集めに行こうと思ったら、島旅行券買うしかないからな。で、あ、セレモニーに参加しようか、これ。これやんなきゃ。これなんだっけこれ。そう、坂の完成のセレモニーだ。これは多分参加した方がいいわ。これ多分住民みんな集まってくる。で、アマミンも来てる、もうすでに。アマミンも来てます。ほら、ほらほら、すごいすごいすごい。え、もうてか何人よ、住民今。10人くらいいんじゃないのこれ。え ?1、2、3、4、5、6、8人だ。8人。これもっと増やそっか。ちょっともう今日なんかだから、思い切って行ったろうかな。で、しずえさんにも話しかけて、公共事業っていうかその島評価をいわゆる上げるにはどうすればいいのかっていうのを伺う。てか、なんなら今の島評価がもしかしたらもうね、めちゃくちゃ高いかもしれないし。あ、金鳴ってるわ、金鳴ってる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 。これは回収しないとね。しっかりとお金は回収させてもらいまして、そんで、しずえさんだな。あら、もこさん、こんにちは。そうそう。たぬきさんからお聞きになった通り、今私の方で島評判について取りまとめされていた。お、来た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 。島評判。聞いてみていい?これでなんか、あなたの島はなんか10レベルですとか言ってたとどうする?ほら。バトン評判は、島の内外の方の声を無作為に集めたもので、あ、5段階なのか。5でしょ、どう見ても。評判高めるためには発展度、自然、魅力。3バランスが必要だって。住民の数や施設、インフラの充実度、程よく手入れされた自然環境に美しく飾られた景観、てんてんてん、そういった環境を整うとおのずと評判が上がる。住民の数、うわ、2つ星だって。どうこれ、最近注目度が増してきて話題になりつつある状況。具体的に寄せられた感想を読み上げると、何事もほどほどが一番ですけど、島の不満に限って言うと、ほどほどよりは頑張る方がええんとちゃいますやろうか。まあ、私らも陰ながら応援してますよって、安城をかぎばりやす、何がこの片言の、なんか大阪弁のやつ。誰やこのおっさん。集まった評判の中には、この島に魅力あふれる景観を求める意見。え?魅力あふれる景観だと、島全体を物で飾ってゆくことが何よりず。なるほどね。ってことは、あれだな、噴水だの、なんか電柱だの。京都なんてさ、やっぱ電柱とかいっぱい建てた方がいいんじゃない。その辺買い揃えよっか。だってさ、この島の評判どんどん上げていかないと、たぬきさん来ないわけでしょ。た
たぬきちはやっぱもう俺らみたいな過疎島、クソみたいな島には来ないこと有名だからね。やっぱそのライブアーティストにもモチベーションってあるからな。石碑、レンガの壁、洋風の柵。洋風の柵でもちょっとうちのイメージにそぐわないな。水飲み場、消火ブロック、世界の道しるべ、シンプルな井戸、屋台。なんかもう思い切ってライブ会場作る？じゃあ噴水なんか俺まだ持ってないよな、多分な。これとかもう作っちゃっていいんじゃないかな。マイルもったいないけど、とりあえずこの辺いっぱい買い漁って、で自分で作っていかないと。ヒーローロボ、いやこれね、なんかいらん。街灯、この辺は、あ、ほら、電柱なんかはもう、そのままアイテムとしてもらえるでしょ？うわ、お菓子の自販機。望遠鏡。うわ、これ、高台に飾りてー。で、自販機はこの前買ったんだよ。電柱なんか2、3個買っといてよ、俺。あ、郵送とか、ちょっとそのシステムやめてくんねえか。じゃあ、DIY のなんかレシピを買おっか。シンプルな井戸。あと、屋台も多分ね、あっていいと思うわ。うん。しかもこれいいのは DIY レシピを1個取っちゃうともう複数作れるってことなんだよね。素材さえあれば。だからここはもうマイルの先行投資と考えて、もう1個ぐらい何かマイルで買おう。これどう？消波ブロック、水、あ、水飲み場。これだから公園かなんか作りゃいいんだよ。だから。公園作ろっか、今から。じゃあちょっと DIY のまずレシピを見てみるか。あ、竹のステーキとか作るようになってる。アイアンクローゼット。あ、これ、この、え？てか、噴水？バードバスになってる。何これ？噴水？あ、これいいじゃん。これ作っとくか、なんか適当に。あれ？噴水かと思ったわ。違うね。なんだ？アイアンガーデンテーブル、お花見セット、ドレッサー。多分その他。季節のレシピどの辺だろう。この辺かな。噴水とかっていうのはなんか街に飾るものだから。あ、ごめん、 DIY レシピ覚えてなかったお、来た来た。あ、ちょっと待って、水飲み場を作る。噴水は何が必要なんだ。鉄鉱石の要求量が半端じゃない。しかも水飲み場から派生していくのか。あ、じゃあこれセットで買っといてよかったな。何、石が何個、鉄鉱石なんか40個ぐらいしそうじゃなかった。水飲み場単体でも正直欲しい感あるよな。でもさ、バードバスが手に入ったから、そういう意味ではこの水飲み場いらねえか。欲しくなったらまた作ればいいし。で、噴水は何、石、あ、でも石が、あ、ごめん、石20個でいいんだ。石20個だ。で、あとついでに屋台だっけ。屋台もちょっとレシピ見ておこうか。屋台は何が必要なの。屋台どれだ。屋台これだ。木材か。じゃあ木材と石を部屋から持ってくるわ。オッケー、まあ一通り作れたわ。で、ニコ版からもらったポップコーンのなんかマシンとかも適当に飾っといた方がいいよね。で、公園というか、そのまあ、いわゆるライブ会場的な。あ、あ、なんか言ってる。誰。なんか聞いてくれよ。さっき後ろでカサカサ音がするんだ。なんだろうこれ。え、髪がついてるってなんだ。そっか。別にビビってんじゃないぞ。お前に焦るっていうリアクションを教えてやろうと思っただけだ。本当だって、モグ。やたらリアクション最近教えてもらうんだよな。この間なんか失恋とかいう、なんかちょっと悲しいリアクションも教えてもらったけど、半妙は、いや別にいっか。虫網が今ねえんだよ。この辺の竹林をさ、こう四角く囲って公園にするってのはどう？この辺。逆に言ったらもうこの辺ぐらいしかそういう広い場所がなくて。で、あとはなんだろう。この辺はなんかちょっとライブ会場にそぐわない気がする。いや、それか一歩引いてこの辺に作るのもいいし。まあでも、なんだろうな。俺やっぱこの本州に全ての機能を集約したいと思ってて。しかも公園なんかさ、住民がやっぱ来やすいじゃん、この辺にあると。若干ライブするってなったら、そう問題出てくるかもしれないけどね。この辺の住民から苦情来るかもしれない。ちょっと待って、ここにお前、奄美住んでんじゃないの。あ、奄美遊びに行ってるだって。あと、後で探しますわ。いや、ここは、
冷静にまずこの柵を立てる作業をしながらじっくり考えようか。これあ、オッケーオッケーオッケー。これをしながらじっくり考える。で、この木邪魔だから、あーまたお前斧がねえんだよ、斧がよ。この木はもういらんから切り崩して、で、この辺全部回収して、で、スコップで掘り返してと。ちょっと今日かなりざっくり作業していくから。で、待てよ、なんだっけ、これだ、和風の柵、柵を立てる。この地道な作業がね、トタケって男を呼ぶために必要だからね。どうしようかな、ここアマミンの家だけなんか端っこに追いやられてるけど、まあ大丈夫か。一応こんな感じで、あ、違う違う違う、なんかね、あんま、これどう、こんな感じしてやるわ、アマミンの。うん、返し作ってあげて。で、ここがクマロスの家なんだけど、クマロスの家のもね、ちょ、柵をこういう風に横に、あ、違う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 んだよな、こういう感じで横に伸ばしていってあげたいから、そこの木が邪魔になるんだよな。ってことはここの木だっけ、やっぱ伐採した方が見栄えは良さそうなので、ちょっと切り落とすわ。うん、まあもうほんと慎重にね、じっくりやっていこう、じっくりじっくり。で、これを切り落とす。で、右のにブリッジしちゃうと出にくくなっちゃうから、そう、俺この辺どうやってレイアウト作ろうかって悩んでて、結局手つかずだったんだよな。で、こうでしょ、こう、こんな感じやな、多分。どう？で、ここに隙間作っとけば、こっからガーって入れる。あ、え、いいいいいい、よくなってもよかった。ほら、結構よくなってない？ほら、めちゃくちゃよくない？これ消しとくわで、こうなってくると、次は、やっぱ公園だよな。ちょっとなんかニコマ、なんかいい発想ない？お前なんか少しはなんか協力してくんないかな。崖の上にできる道ができて、お散歩コースが増えたんだ散歩のことしか考えてないのか。住民当てにしない方がいいな。これちなみにね、これバンブーって素材が足んないんですよ。あ、しょぼいもの使えるのか。うわ、出てきた、いっぱい。これでさ、いや、さっきね、一応バンブー、いや、ちょっと待って、これ春の若竹とバンブーが混じってんだ。バンブーの素材があるとベンチ作れる。竹のベンチをさっきいっぱい作ったのね。いっぱいつっても2個しか作ってないんだけど、竹のベンチ足んなくなるかもしれないから、これはね、バンブーブレードをしっかりと集めておこっか、さらに。うん、で、これ人工で作った竹なんで、あれだよね、竹の子が生えないんだよね、周りに。動物の森の竹って言ったらさ、植えたところの周りからなんかまた星マーク出てきて、それ引っこ抜いたら、あれになってるみたいな、竹の子でしたみたいな、そういう感じだけど、やっぱこう純粋な竹の子から植えていかなきゃダメなんだよな。じゃあいいや、まあ、とりあえずここ回収しましょう。この辺俺はやっぱね、公園にね、したいと思います。なので、この木も別に、後から植えりゃいいだけの話だから、これも、うん、伐採しちゃうわ。思い切って。鬼子も危ねえぞ。なんでそんな俺になんか近寄ってくんのかな。ブーンって。そうそう、あっち行け、あっち行け。今までちょっと工事中や。で、このスコップで、ここもしっかりと、掘り返していく。間違えた。とりあえず土台はできたから、いや、土台できたっつっても、てかさ、これあれ、バンブーの場所あんまり、なんかあれだな、3本ぐらいバンブー邪魔だから引っこ抜くわ。3本今から引っこ抜きます、バンブーを。プリ持ち替えて、てかなんか手持ちがすげえなんか賑やかだから、後で売りに行くわ。で、これもずっぽりと抜いていく。オッケー、この要領だな。で、まあ言うていい感じの竹林になってるでしょ。ここで、どういう構造にするか。竹のベンチをまず一回
ざっくり置いてみよっか。おお、どうすか。均等にしたいな。でも均等にする方がいいよね、こんな感じで。いやでも待って、この均等さで言ったら、ライブ会場ってさ、こう観客が座る方がいいのか、こう座るのがいいのか、でこっちにタケトラケさんがいるみたいな。いやでも見栄えで言ったらやっぱこうだな。ってことは竹のベンチが結構相当量必要かもしれない。この辺をボーダーにしよっか。この辺にいっぱい竹のベンチを飾った方がいいかも。いっぱいっていうか、とりあえず今日は3つでいいわ。待てよ、バンブー今何個持ってる。あ、バンブーめっちゃ持ってんじゃん。竹のベンチもう1個作ってくる。竹のベンチ4つ作ったわ一応。そんでまあちょっと等間隔、いやこれ間隔、この間隔がいいや。だから、この竹のベンチ、ちょっと、あれ、もう少し右に寄らせる。この竹弁をもう少し、寄らせようか。そう。この感覚。これどう？なんかみんな仲良く。てか、しかもなんか1個2人だからさ、仲良く8人でとかで座れない？どうこれ？で、この辺にもう、無作為に噴水をぶっこんでやろうかな。え、よくないこれ。意外と、だから噴水なんかどこに飾ってもなんかいい感じになるね。なんか上にでっかい雲あるな。はい。そんで、いや、だからここがライブの、だからこう、要はトカゲさんがここで歌ってもらうと。で、あと、せっかくだったらニコバンが持ってきてくれたポップコーンバーみたいなのを、置いてもいいかもね。ポップコーンマシン。なんかでも、思ったよりいい感じじゃん。なんかディズニーランドとかあるよね、こういうのな。ディズニーじゃん、てか。ディズニーじゃない？どう？ポップコーンマシン。で、屋台だ、屋台。ほら、屋台どっかり。いいじゃん。ポップコーンマシンが手前の方がなんか、俺好きかもしんない。バードバスは、バードバス。ほら、バードバスあるでしょ。バードバスは、水飲み場みたいな感じだから、まあ、この辺の右下のところに置いておくか。バードバス。どうこれ。見た目かなり綺麗になったんじゃない？で、ポップコーンマシンもしっかりと。いや、ニコ版結構、グッジョブだわ。いいアイテムくれてる、これ。これ、いいアイテムだよね。なんか、これ回転させようか。こうだな。これで一緒に屋台と置いておく。よくない？よくない？で、ここライブの、トカゲさんが歌うとこ。祭壇とかも必要かな？なんかライブのステージみたいなのが、もしかしたらいるかもしれない。あのね、いろいろ持ってきたわ。まずね、ちょっとこのね、噴水、これもうちょっとこっちに、こっち側に避けていい？これね、こっち側に避けるわ。で、これがっちりこの辺に避けて、で、ちょっと待ってよ。手当たりの邪魔なんのは、あれやから、この辺で OK やな。リリアンの家の前にあったさ、アイアンガーデンチェアみたいな。あれ、まあもう、別に回収してもいいかなと思って。ね、どうせ使ってないやろ、あいつ。だから、こんな感じの、どう？スペースを。1個設ける。で、もう1個、これ、ダイナーなカウンター、テーブル、これ。これ、テーブルももう1個。で、さっき俺がもう1個作ったんだ、このカウンターチェアな。どう？どうすか、これ。1、2、3。で、これ回転させて、ほら、よくない？公園っぽいやろ。で、噴水もうちょいこっちやな。かいや、俺なんか違う。いや、俺なんかこういうの気にしなしたらね、本当に俺、止まんなくなっちゃうんですけど。用ない？こういうちょっとこじんまりした、その噴水を横目に、
ね、デートできますみたいなスポットもありつつ、まあデザインが統一できてるかなと思って、この噴水とこのガーデンチェアで、こっちがまあ竹メインになってて、で俺さっき作ったのが、俺の庭にもあんねんけど、譜面台をね1個作ったのよ。どれだっけ、譜面台、これ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 、譜面台バッシリ作りました。どうで、しかもさらにね、この両サイドにこの松明、あ、燃える燃える燃える、両サイドに松明を置くことによってちょっと雰囲気かもしらすっていう、この辺この辺この辺、これどうで、これ等間隔で動かないと気が済まないから、こうやな、うん、多分これつけば、おお、ついたわ、いいやん、これオリンピックみたいで、ほらほら、ここでだから戸隠さん歌ってもらう、こうやって、うえーっつって、よくない、これ用ない、これほら、ほら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 、この辺からもなんか戸隠さんが歌ってるの見えるし、なんか本当はもっとパーツとかあればええんやろけど、どうすかどうすか、ちょっとでもいい感じになったんじゃない、この辺が、あんだけただの雑木橋やったわね、えあれくれてた場所が、これいいんじゃないの、これさすがに戸隠さんも喜んで来てくれるやろ、こんだけ用意して、なんかめちゃくちゃ態度悪かったらどうしよう、あの人なんや、こんなくっさい、もう真剣な無人島なんでライブせなあかんの、ちゃんとギャラもらっとけよっつって、マネージャーに、あのもうあのここね、もう100以下じゃ出ないからって、100万からしか出ませんみたいな、そういうスタンスだったらどうしましょう、高木さんが。いやまあでもいい島になってきてるんじゃない、まだまだ多分足んないだろうけどね、島の評判上げるには。今がその今の島の評判ランクが2とかやから、まだまだ足らんと思う。なので次回以降さらに練ってって、あと金もじゃんじゃん使って島作りしていこうかな。あとそっか、アマミンってやつが来てるはずなんだけど、また博物館にいんのかな。おおおおお、いるじゃん、パタヤがいたわ、パタヤがいた、ここにいる。なんだか時間がゆっくり流れてるような気がしちまう。堂々と泳ぐ海の生き物たち見てる、うちでが普段抱えてる悩みなんてちっぽけに感じるね。どうだい、なんかどうしたやろ、病んでんのかな。あ、ブルースいた、ブルース、ブルータスいたわ。欧米か、しかしな、おしゃべりしよう、毎日の花火を見てると美しも儚さを感じちまうな、しかしな、そうか、あれ、アマミン、あ、もしかしたらリリアンの部屋にも遊びに行ってとかじゃない、なんか同じウサギ同士だしさ、なんか博物館全体見回したけどいなかったんだよね。あ、いない、いないわ。え、おリリアンどうしたの、何作ってんの、ん、モコちゃん話しかけてくれたの、ごめん、集中してて気づかなかったよみたいな、何してるのかなって、えへん、何が腐った今、今さくらんぼのラグを作ってた。へー、あ、さくらんぼシリーズか、これでもあれってなんかイースターの影に隠れてるけど、このさくらんぼシリーズとかも期間限定で今しかもらえないから、なんか集めた方がいいんでしょう。あー、でもそっか、リリアンはこうやって作業してんだって邪魔しちゃダメだな。あ、いいね、こういう何ロフトベッド使ってんのか、ロフトベッドがでも一番効率いいからな。あ、いた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 、この子いた、なんていうの、あ、モコくん、この間あの島であったアマミンだよ、来たか、君誘ってもらったの嬉しくって、早速引っ越してきた、もうお部屋の片付けも終わってるし、これからはいつでも遊べるよう操作ね、マジで、じゃあなんかやろうぜ、かけマージャンしょ、かけマージャン、僕ね、早くこの島の子たちと仲良くなりたい、だから君のこともいろいろ聞かせて、う、何教えてもらおうかな、それじゃあ君の趣味を教えてよ、これをやってるととても楽しいってことなんだけど、何かある操作ね、え、歌でしょ、やっぱり、お前これダメだ、俺 YouTube で歌ってみたら再生数800万だぞ、800万は、でも歌なら僕だって負けないよ、今度一緒に歌おうね、操作ね、いいね、なんか意外と、てかやべえ、こいつ歌歌うってことはなんかキャラ被ってんな、リリアンと、あいつも見た目ウサギな上になんか自分アイドルですっつって歌に関心がある人たちだから、いやなんか賑やかな島になっていきそうじゃない、こっからほら、ちょっともうちょいやったんか、マンホールとかもなんか作って次回一回敷き詰めていくわ、まだまだこれね京都にはほど遠いよ正直言って、だから次回さらなる島のグレードアップして島評価を上げていこうかなと、はい、思います。